ペネロープ・アン・ミラーはアメリカ合衆国の女優。カリフォルニア州ロサンゼルス生まれ。本名、ペネロープ・アン・ドレア・ミラー。父は俳優のマーク・ミラー。姉は女優のメリサ・ミラー。高校卒業後にニューヨークに移る。1985年、マシューブロデリック出演のブロードウェイ劇、ブルースが聞こえるで知られるようになる。1987年、 ベビーシッターアドベンチャーで映画デビュー。1990年にはドン・サバティーニでマーロン・ブランドと翌年のアザ・ピープルズ・マネーではグレゴリー・ペックと共演。1993年のカリートの道ではゴールデングローブ賞にノミネートされた。1990年代後半からはテレビ映画への出演が多くなっていく。2011年 アカデミー作品賞を受賞したアーティストで主人公の妻を演じて再び注目されるようになった。1994年、俳優ウィル・アーネットと結婚するが翌年に離婚。2000年、ジェームズ・ハギンスと再婚。二人の女の子がいる。2012年3月に別居が発表されたが、同年6月に取り消している。ありがとうございます。